はい、皆さんこんにちは。映画考察系 YouTuber のせやです。いやー、今回はね、オールディーズと言いますか、ちょっと古い映画、ちょっとというか結構古い映画、1960年のサイコっていう映画、皆さんご存知ですか？ホラー映画というよりかは、なんかもう本当、人間の本質の怖さ、人間的な怖さに迫る映画だと思うんですよね、本当。このサイコのシーンを、名作映画、勝手にセリフを変えてみたシリーズです、今回は。ちなみにこのアフレコには重大なネタバレが含まれてますんで、これからもしサイコを見ようと思ってる方はブラウザバックで持ってください。もしサイコを別に見なくていいよと思ってる方は見てください。ぜひ先に言っておきます。このアフレコには重大なネタバレが含まれています、サイコの。それはもう言いましたよ。よござんすか？よござんすね。ということで、1960年名作映画サイコ、勝手にセリフを変えてみたシリーズです。いりましょう。1,2,3,4。 いや、君はどうやら女装が好きらしいな。誰がそんなこと言ったんだい。みんなさ、みんなって誰だい。みんなだよ。本当に女装が好きじゃないんだな。ああ、好きじゃないって言ってるだろ。本当だね。本当の本当だね。ああ、好きじゃない。指が震えてるぞ。好きじゃないったら好きじゃない。指が震えてるぞ。これでも本当に女装が好きじゃないって言えんのか。いやあ、もういい。ついてくるな。お前がそうやって嘘を言うならば、俺の彼女をお前の家に刺客に送ってるんさ。何？お前の彼女を俺の家に？ふざけんな。そんなことしてんのか？やめろ。おい。ふざけんな、お前。おい。ドカーン。あの野郎。うわ、来た。早く証拠を見つけないと。隠れなきゃ。おい、あいつどこ行った、この野郎。ああ、怖い。見つからなかった。早く証拠探さないと。え、あの地下室は何かしら。今のうちに、証拠を見つけないと。ギー、何か証拠がありそうな感じがするわ。ギー、え、これはあの人のお母さん、もしやお母さんですか、あの人のお母さんですか。ギー、まあ、ああ、てん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 、いや、お前やっぱ女装好きやないかーい。あはー、お前やっぱ女装好きやないかーい。パサ、あー、まあ